2006年10月13日、山形県石倉。ここで映画すき焼きウエスタンジャンゴの撮影が始まる。この石倉の広大な土地にオープンセットを作った。そこに作られたのはネバダ湯田村。お祓いでは怪我のないようにと願ったんです。怪我をするようなことをしないということではないんで、ちょっとその辺を了解いたしました。はい、昨今映画ぬるくなってると思うんで、ちょっと大胆にちょっと、まあ、かつ繊細に、あれでよく生き残ってたよねってなればと思って、ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、映画目 OK。忍者、アクション、ホラー、人情や青春もの、ほとんどのジャンルを作り歩んできた三池監督が全ての経験を生かし、新境地ウエスタンに踏み込んだ。スタッフは全て三池監督が信頼する超一流。10月14日クランクイン。ファーストカットは湯田村に朝日が昇るシーン。このシーンを撮るために2時間も朝日を待っている。三池組はこれまで早いテンポで撮影することが多かったが、今回はどうやらその逆を予感させる。手前今ぐらいの感じ。はい、あ、今ぐらいがいいな。馬に乗って現れた二丁拳銃を持つ流浪の用心棒ガンマ。演じるのは伊藤英明。よろしくお願いします。彼は誰もが認めるウエスタンマニア。カウボーイハットからブーツまで全て自前の衣装で挑んだ。僕は大丈夫。重くないんです。なんかこんな軽やかに主役やれる人って見たことないなっていう。 でも楽しんでる。しっかりやる、自分のやるべきところはしっかり抑えるっていう、まあ、特殊な役者ですよね。湯田村に漂う三池組の魂。自らが動き演出するのが三池流だ。その象徴するシーンがこれだ。与一、安藤正信。セリフにない表現を提案していく安藤。それでバッポードンクーバシーン。なんていうのかなって言ったらハーでしょみたいな。笑っちゃった。役者の提案も採用し、演出は常に現場で作られていく。あるある。ねえ、いいんじゃない。
三池さんの映画をこう真面目に見すぎてて、そうするとなかなかこうちょっと入り込めない部分がいっぱいあったんだけど、考え方を変えるとこんなに面白い作品はないっていう風になってから三池さんの部分をすごい好きになって、で去年その映画の前にやっぱもう出た時からやっぱこの人本当に好きな人だなと思って。土に埋められているのは保安官役の香川照之。これから何が始まるのか。三池さんの演出の中でやっぱね一番すごかったのは、ある日そのまあ絵コンテが毎日配られていくんですけど、まあこう縄を引っ張られるっていう瞬間に、俺が普通は痛っとかなんかあっとかアウチとか分かんないけど、なんかそんなようなことが出る中でトップシーって書いてあった言葉があるんですね。しかもトップシーのとの前にこう小さい「つ」が開いて、トップシーってこうトップシーって言うんですけど、これ何ですかって聞いたら、いやあのこうクンって引っ張られた時にトップシーっていう言葉が出るんですねって言われてね、出るんですねって言われてもまあ分かんないんですけど、まあ、まあ一応言ってみますなんつって、意外にそれでトップシーって言ってみたらこうなんかハマったんだよね。カットボールボールド山形の霊山座王、こんな悪条件でもカメラを回した、必要な絵は全て手に入れる、そんな状況で撮影に挑んだのが年を焼く松重豊。えこんなシーンにしちゃうんだっていう凄さで面白い、まあ、俳優部、まあ、全員が納得してるっていう、やっぱり演出力っていうのはやっぱすごいなと思うし、それをやっぱり旗振ってこういう作品をやろうとするやっぱり三池さんっていうのはもう本当に尊敬します。平家軍に囚われの身となった村長、何もできない村人がダディと叫んだ。台本では村長だったはずが、ダディ浅井さん、浅井さんもちょっとなんかまあ息子息子作るなよ勝手にどんどんじゃあ口曲げて。三池監督はどんなベテラン俳優でも物おじせず、面白くするためならどんどん設定を変えていく。いろいろ私も長い間役者やってきて、自分なりにしっかり地位を築いてきたつもりなんですが、三池監督に扱われると全てそれを壊されてしまうと。まあこれからもセリフを覚えられるうちは三池のおもちゃになろうかな。三池組には今をときめく若手俳優も多数参加した。その一人がアキラ演じる小栗旬。はい、清盛に打たれるアキラ、三池監督は倒れ方にも注文した。イメージ通りにできるまで何度もやった。監督の指示はもちろん、さらに頭から崩れ落ちたのは小栗のアイデア。監督の想像以上のことをやってみせた。それで色々プラン考えてたんですけどね、これじゃドーンって軟着になったら、なんか力抜けちゃってそのまま倒れちゃいましたね、うん、なんか気がついたらここすっごいなんか傷だらけになってました。アキラの妻、静香を演じるのは木村佳乃。
完全に役に入り込み、カットがかかった後も恐怖に怯えていた。よかったよ。いやー、いいよ、オッケー。一応、水友達のようにね、薄めてあるんで、あんまり、うちも匂いしませんが。ありがとうございます、大丈夫です。あー、怖かった。恨み、悲しみ、さまざまな思いを込めて踊る静香。どんなダンスにするか監督と話し合い、作られていった。まず、その台本には、踊る静香としか書いてなかったんです。踊る静香って、でバーの設定、バーの設定で踊るっていうと、そのまあ最近ちょっと流行っていたポールダンスみたいなものなのかなとかいろいろ考えて三池さんに相談したら、それじゃあちょっとあまり直接的すぎる、分かりやすすぎるから、もうちょっとっていうことで、なんかあの感情に沿った踊りを考えたんですね。時刻は朝の5時。自分が納得するまで踊り続ける。監督もいいショットが撮れるまで粘る。どうでしょう。はい、OK。はい、OK。はい。私はまだ何回でも踊れますよ。みんなうんざりみたいな。時間をかけて動きにもこだわり、素晴らしいシーンが出来上がった。ただ何かを見た。両親の死から感情を表さなくなった平八、演じるのは内田瑠花。平八が心を開くシーン、丁寧に状況を説明することで導いた、はい、気持ち今のは気持ち入ってないだろうとか、今のは気持ち入ってるぞとか。はい、はい、ゴールド。子供には演じるのが難しかったが、無事 OK。 いや、振っといて振っといて、手前それ振って、それ待ってんだよ。はい、よーい、はい。さらに三池監督がこだわったのは絵の空気感。綿毛の動きにも細かい気配りを見せた。はい、あそこでやって、あさストップ。思わず手が出てしまうのは、自らが動いてより良い作品にしようとする監督の意気込み。はい、カット、カット、はい、はい、OK、OK です。三池監督はこの映画をどのように捉えているのか。カバの傷が食うために必要じゃないのに何か表現しちゃうものっていうのは、テーマとしてはまあ同じですよね。死に対する恐怖だったりとか、なぜ自分はそこにいるんだっていう、孤独を埋めるために誰かを求めて、求めることによって戦いが始まって、勝者と敗者があって、勝者も敗者も等しく年を取ればカットアウトすると。なんかどのなんかあんまりジャンルとか全然関係なく、表現する方法が違う、少し違うっていうだけで、物語としてはスタンダードなものっていうのを何か利用するっていうか、イメージすることによって、なんか説明しなくてもいいというか、でこれはだから口頭無形だから
あまり難しく考えるんじゃなくて感じるだけで楽しんでもらえれば。すき焼きウエスタンジャンゴにはありとあらゆるアクションが存在する。やはり一番の難関はガンアクション。まあお話いただいて、まあ約1ヶ月ぐらいですかね。常にご飯食べる時もそれ以上のものが欲しい場合は食べてきてるんで、なんか自然にこう自然に手に馴染ませるって、ね、常にこう持つようにしてましたね。触るように、一日何時間は絶対触るようにしました、うん、このまま完備以上が。Was the kickback on these guns is different than the kickback of the kick, you know? ガンマン対義経の対決。演技をしながら銃を回しホルスターに収めるはずが、寒さのためうまく決まらない。もう一人の銃の達人は殺し屋ブラッディ・ベンテン。演じるのは桃井かおり。撮影前から人一倍練習を重ねていた。情けない限り、さっきまで泣いてたんです、うん、なんかねアクションスターは難しいみたい。銃だけではなくさらなるアクションが、なんとスタントなしでのワイヤーアクションに挑んだ。最善の努力をして、あのやっぱ現場に本番に立てる俳優でありたいと思ってるよ、思ってるんだけど、寒かったりなんないするともうかじかんじゃったりいろんなこと起こったわけ。それであの朝起きて何が何でも一回銃を、眠い間にベッドの上で銃回す稽古しようとかさ、行った日々何だったのかなっていう結果があるわけ。なんか悲しいぐらいできないのね。もう今アクションできる俳優を本当に尊敬してるんだけど、できなきゃ俳優じゃないよねと思ってるのにできなかったりするじゃない。っていうことは、で努力はしたんですよね、じゃダメで、できなきゃダメなわけよ俳優なんて。用意スタートって言われた時に、だからね悔しいから絶対できたいわけよ。何神に祈っちゃう感じだったのね。はいはい、おかげさまで今おせんべいいただいちゃった。美味しかった。美味しい。弁慶役の石橋貴明、スタントなしで撮影に挑んだ。
What were you thinking, acting like? ニコタマタカシマヤ。カット。カット。ハリウッドのメジャーリーグ2の時も玉がらんでたんですけども、今回はまた玉がらんでですね、非常にすいません。トラさんでいうとこの佐藤蛾次郎さんのように美味しいところだけちょっといただきますっていう感じで、非常にやりがいがありました。よろしいですね。石橋は持ち前の才能でアクションをこなしていく。はい、じゃあ監督石橋さん OK、 OK、 はい、ありがとうございました。はい、石橋さん本日以上です。お疲れ様でした。全て自分でやったから素晴らしいシーンが撮れた。すごい迫力だったな。はい、じゃあ吉田さんこれで以上です。最後の1回目とかまだ間に合うんで、はい、だったらすごい迫力だったな。非常に熱く、映画界の未来を語って、なんかハリウッドをぶっ倒すっていう話を聞いて、この人とやってみたいなと。ぜひ大して力にはなれないですけども、やらせていただけたらじゃあお願いしますということで、僕も久々に緊張感のある楽しい現場を体験できまして、いい仕事を久々にさせていただきました。寒さ、重さ、痛みに耐え数々のアクションをこなしたのは清盛演じる佐藤浩市。すごくこうルックス的にこわもてで強そうに見えるんだけど、実際問題こう女にもやられちゃうような弱っちい人間で、だからなぜこの男が、ある種変身願望、最初当然清盛って名前なんだけど途中でヘンリーになるっていう、あれすごく変身願望が強かったり、勝負ごと勝利に対する執念っていうのが、人並みならぬものがあるということというのは、そのこの人間のやっぱりウィークな部分で、そういう弱さが最後にやっぱりそういう逆に執着心として、それは正義ではなくて勝利に対する執着心であって、正義に対する執着とはまた違うし、そういうものはこの映画の中に出てる人間があまりないところが、僕はそれがマカロニウエスタンっぽいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと話をずれたけど、そういう部分でだから正義に対する執着じゃなくて勝利に対する執着としてちょっと、最後こだわってみたんですけどね。銃と刀を同時に扱うアクションに挑戦したのは義経演じる伊勢谷友介。器用な伊勢谷を見抜いて難易度の高い動きを要求した監督。あれって刀こうザクって刺さってるの抜くわけですか。そうですね。うまく決まらない伊勢谷、テイク数は30。そろそろ夜が明ける時間となったが、三池監督は伊勢谷に対して余裕の表情で成功を待った。義経の美しいカットはこうした粘りの中出来上がった。
18と19のトラック22の。はい。筋肉の抜け具合とか偶然起こる何かっていうのも役者の力でしょうから、あのどんどん要求が深まれば深まるほど、まあ、みんな応えてくれるっていう。ただまあとはいえ体力と全体的なスケジュールのバランスもあるんで、どうまで要求するかっていうのは難しいところですけど、ただやっぱり自然にやっぱりレベルが高い人たちだからこっちの要求も高くなってくるんですよね。それはでもあのすごく楽しい作業ですね。はい、OK です。はい、三池監督のイメージでは刀を取って銃を抜いてシュ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 ってやつを何テイクやったかな、あれ34とかやったんだっけ。あの時のみんなの顔が忘れられなくて申し訳なくて申し訳なくてしょうがないんだけど、あの抜いてる刀もジュラルミンでしょなもんだから、こう振った時に結構な反動が来るから、ここの筋がパッキパキに張り始めて、でしかもまあ、銃も左手で回さなきゃいけないから 回りづらく、スタッフも監督以外がほとんどこういう状態だったから、これは申し訳ねえやらなんだか何やらですごく大変でしたね。誰かに分かってほしいって言ったって、ここで言う以外は誰も分かってくれないんだもんね。すき焼きウエスタンジャンゴで最も印象的なアクションといえばやはり平家の館爆破シーンだろう。三木監督は各担当のスタッフらに入念な打ち合わせを焦らずじっくりと行った。このように吹き飛びやすいように切り込みを入れていく。されないこの爆破シーンは大成功に終わった。すき焼きウエスタンジャンゴの特徴の一つが全編英語。仮に日本語の場合古い言葉は喋るのかって、でも日本の古い言葉時代感を出そうとするとどんどんウエスタンから離れてウエスタンの格好をした時代劇になっちゃうなっていうのと、でも現代語で喋るっていうのもどうもしっくりこないなっていうのと、やっぱり演じる人間が普段演じてる役とは違うっていうか言葉を奪っちゃって日本語では表現できないっていう、ウエスタンとの距離感ってこれぐらいあった方がいいのかなっていうのがまあ一番。だからあくまでも世界でのみんなに見てもらうというよりはあくまでも日本の観客にまず楽しんでもらうためにはその方がいいのかなっていう。英語セリフでの伊藤の苦悩について聞いてみた。わかんないですよね、なんかね、自分ではおはようございますって言ってるつもりでもおはようございますって聞こえてるかもしれないし、なんかこうどこでイントネーションどこで切っていいのかとか、どこにアクセントつけていいのかとか、どこを強調したらいいのかっていうのがすごく
言ってるつもりなんだけど英語ではそういうふうに聞こえないっていうその微妙なとこがあって、でやっぱりその演技指導の人に自分では日本語ではこういうブレスでこういうニュアンスで言いたいんだけど今そういうふうに聞こえてるかっていうやり取りをやりながら撮影がやってましたね。その映画の中でこのちゃんと普通にオクラハマで芋作ってるおっちゃんおばちゃんたちが聞いても分かるような英語で喋るっていうことはやっぱりどれぐらいきついことかっていうのは、それは僕なんかも多少分かってるんで、そういう意味ではものすごく厳しいことだろうなと思ったんだけど、最初はねジャパニーズイングリッシュでいいんだなんて言って、何でもいいんだよ英語なんてなんていうニュアンスだったら全然話が違ってね伝わるような英語でっていうんで、おいおいおいって結構みんな戸惑いながらも、でもそれでもやっぱりみんな一生懸命頑張ってここまで来たんで、まあそれは制作サイド側がどんな言い回しようが必ずしもみんな英語が得意な連中じゃなかったと僕は思ってますけど。 So you boys got it yet?はい、僕です。伊勢谷友介さんという方にお聞きしたいんですけど、彼なんかいや英語で喋ってる時に何を思ってるんだろうと思う。つまり我々はねやっぱり輸入した言葉であるわけですよ。でも彼はある種そのすごく自分のもんに五分五分ぐらいまで英語も喋れるし日本語も喋れるって生活をしてきて、日本語で喋ってる時と英語で喋ってる時って違うのかどうか。でもみんなそうだと思うんですけど、そのある種作られたキャラクターをそれぞれが演じるってこともあって、すごくなんて言うんだろう、お芝居が大きい芝居に皆さんなってると思うんですね、まあ、簡単に言うと。だからそういう意味では日本語でそこまでしたことがないので、すごく英語でやるとキャラを作るのが僕としては楽だったのかなっていうのはありますね。もうなんかね鼻血出そうだよこの映画本当に。出てるだろずっとずっと。いや庄内平野の真ん中で英語喋ってましたねキャストが不思議なことになってますね。はい、ウエスタンといえば馬、馬は特別に訓練されたアクション馬たち、皆が絶賛する伊藤の乗馬は本物だ。相馬ティムにまたがり駆け抜ける様はまるで弾丸。やっぱり伊藤君はすごい上手いなと思いました。あんだけ走ってやっぱ馬だけに集中すると今度芝居がダメになるし、芝居だけ集中すると今度馬も乗れないし、そのバランスがすごい伊藤君はよくできてるなと思って、馬乗りながらもちゃんと芝居ができてるところがやっぱすごいと思いましたね。うまかったですね。なんかブレてなかったですもんね体が。このシーンはタイミングが重要。打つタイミング、スピード、打たれるタイミングと全てが揃わないと決まらないシーン。クリちゃんの栗毛だから重森役、酒井正人、主に馬群を率いて走るシーンが多かった酒井、個人の実力はもちろんチームワークも要求された。ヘンリー、ああはい、ピカイボールだ、はいはい、カット、はい、カット、オッケー、オッケーです。本当になんか僕のレベルだと馬の動きに体をこう合わせるだけだから、別に自分でこう操作したりとか発信したりとかっていうその指示を伝えるのはまた別の人だったりするので、
全然初心者レベルだったんですけど、でもやっぱ一緒にいて光一さんの安定感っていうのはすごく良かったんですよね。なんか全くブレなくて、状態がブレずに、すごくこうどっしりした清盛と、でわりかしそうなんていうのかな、自分でどっしりするというよりは馬の動きに少し揺られるくらいの重盛の、馬の乗り方っていうのはまたそれぞれのキャラクターが出てて面白いのかなと、僕の場合は勝手にそうなっただけなんですけど、結果的に面白くなったんじゃないのかなっていうふうに思ってます。急な下り坂を馬群で暴走するシーン、テクニックと気合を要求される。リハーサルを見てあまりの凄さに緊張を隠せない。顔色悪いんです。顔色悪いです。顔色悪い。緊張を隠すため熱心に話を聞くのは宗盛演じる田中洋次。本番では実際に発砲しながら走る。駆け抜けた馬に一人乗っていない。落ちちゃいましたね。本当になんつうんでしょうか、ちょっとその時は30分か1時間ほどみんなを凍りつかせてしまって、もしかしたら僕がこの場所が僕の、なんていうんですかね、僕の最後の場所になったかもしれないですね。でもおかげでまあこうして無事に撮影最後まで、遂げることができまして、なんていうんでしょうかね、この作品でまたこの続きの何て言うんでしょうか、カードを特別にいただいた気分でいます。仕事なんだからたまに働きよ、たまに働きよ、たまに働きよ。この映画では馬だけではなくロバも登場した。ゴーマジョーゴー。すき焼きウエスタンジャングル現場で達人が誕生した。その名は松重豊。馬ではなくロバを扱う達人だ。一体松重はどうやってロバを押し付けたのだろうか。バンジョーってロバがね、もう本当に言うこと聞かないね。ザオーナーの思い、寒いしね、1日2日しかないっていう中で本当にバンジョーが言うこと聞かなかったんで、その時にね、リチャードってね、スタッフみんな知ってるけども、リチャードが、僕はリチャードがバンジョーの馬主だと思ったんですよね。優しく優しくしてるから優しくしなきゃいけないんだろうなと思ったけど、どうも優しくして聞くロバじゃないと思ったんで、僕はちょっと、まあリチャードはそばにいたんだけども、僕は耳元で耳引きちぎるぐらいの勢いで、てめえ言うこと聞かないとうるさいぞって脅してたんですよ、ずっとバンジョーは。そしたらやっぱ恐怖っていうのが一番効くんですね。てめえ言うぐらいで、お前次本番って時ちゃんと動かなかったらぶっ殺すぞって言ってたら、ちゃんと動いてくれたんで、まあその後ちゃんとね、人参あげましたけど、やっぱりハメとムチの使いようで、人もロバも動くもんなんですね。楽しかったですよ、バンジョーとのやるという、持ってるんですか。バンジョー今日お疲れ。今日お疲れだって。よっしゃバンジョー、よかったな。OK、グッバイ。グッバイ。行くやった行くやった、よいしょよいしょ、快感で、よし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 。クランクインから7日目、この日は晴れ。雨のシーンを撮影するために大掛かりな作業をして、わざわざ雨を降らせた。
しかし撮影が進むにつれ天候に悩まされることになる。撮影が始まって12日目、だんだんと雨の日が多くなってきた。それでも撮影を進めるしかない。いつもこう山にお祈りして今日はこう撮影出してくださいとかみたいな、感じです、はい、一向に雨の止む気配がない現場。1月12日、連日の雨から雪へと変わった。ついに撮影は中止。撮影に入れない役者たち、天に祈るように佐藤浩市が叫んだ。 Here in my scarf, it is in that. まあ、ガッサンっていうね、その神の住む場所と人の住む場所のちょうど真ん中ぐらいで撮ってたんで、どちらの住む場所でもないところなんで、厳しくなるっていうのは分かってはいたんだけども、ここまで試練を与えられるとはね。雨、雪、氷、雷、天から降るものは全て降る現場。気がつけば11月中で晴れた日は1日しかなかった。やっぱり雪がどれほど降るのかっていうのが、本当に本降りになって本当に積もってしまうとオーブンセットって耐えられるものなんだろうかっていう、まあ、もちろん補強は入れてもらって年を越さなきゃいけないっていう状況になった時に、少々無理をしてでも今撮れる時にやってしまった方がいいのか、待っているとそこに何もなくなって、でもまあ仮に何もなくなっててもそれが自然の力なんで、それはそれで利用できるかなと。でも本当にみんなこの現場に来ることができるんだろうかっていう、その辺はやっぱり迷いましたよね。最初の予定では11月にオールアップのはずだった。全部の全体的なスケジュールが11月いっぱいにはまらなくなってきた。11月21日撮影期間を延ばすことが決定。4ブロックに分けて進めることを発表した。苛立ちと不安がスタッフキャストを襲った。果たしてこの映画は撮り切ることができるのか、そんな声もささやかれ始めた。遅れ出したスケジュールの中、三池監督だけが落ち着き、的確に今撮れるカットを撮っていった。そして、まあこんなとこを買うの、ロケにふさわしい終わり方としては。どうもお疲れ様でした。ちょっとだけ休んでまたここでお会いしましょう。どうもお疲れ様でした。第2クールは再び山形。断崖絶壁にある伝七の家から始まった、はい、伝七役塩見三世。
獣の道。あけましておめでとう。いやいやいや、絶対はいないんだ。第3クールはガンマン対義経最後の対決。山形での撮影はこのシーンで最後となった。これまで撮影を困難にしてきた雪が二人の対決を美しく飾った。そこにはスタッフの努力があって、雪かきをずっとやっていつも行ける体制を作り続けててくれたっていう。で、幸いにも映画にはもってこいの積雪というので、まあいろいろ試練を与えられたけど、最後は雪が味方してくれた。それが全部映像にやっぱり生きてる神様のようなものっているんだろうな。第4クール、タランティーノが出演するオープニングの撮影。撮影日数59日。おゴール監督、はい、無理素材取り終わりました。じゃあ以上でよろしいですか。いやいやいや、はい、じゃあすき焼き部さん、ジャグミケ組前編撮影終了です。楽しかった。で、まあ怪我、大きな怪我人がなかったのは奇跡的だな。まあ、悟空さんのおかげだ。すごい作品になると思います。またゼロ号の時にみんな集まると思って、まあその時飲めるといいなと思ってます。本当お疲れ様でした。まあ、乾杯。乾杯。乾杯。しかも長かったんでちょっと 寝ちゃいました。アップ、クランクアップを寝て迎えました。いやもう手応えっていうか、もうなんか体でなんかずしっとこうしてますよね。あんまり感じたことのない感触で、なんか来たなっていう感じがするんで、確実にすごいものになってると思います。はい、OK。ジャンゴはまだ終わっていなかった。なんと本人による日本語吹き替え版があり、東京スタジオセンターにてアフレコが行われた。侍ってのは生き方の問題だが、モノノフというのは戦う命そのものだ。マニアックだよ。誰のために俺はアフレコしてんの分かんねえもん。もう少し声にした方がいいですかね。年よ、もう村はないんだ。ここで出さなきゃ。なんだろう、宝だよ。
口を挟むんじゃねえ、このクソカバ。これはこれで何でこれ違うバージョンっていうか、今までの仕事の中で一番大変な撮影でしたけど、一番楽しい仕事でした。皆さんと仕事ができて本当に良かったです。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。やったー。やれないことは100あるぞ。できない理由は一つもなし。三毛組はネバダ・ユタ村の泥の中、雪の中に偉大なる足跡を残し、日本映画史に残る名作を完成させた。スタッフ、キャスト、そして三池監督が極限の力を出し切った。大げさではなく、まさに命かけだった。本来の映画の形を取り戻すために命をかけて全ての手を尽くして挑んだ。その命の結晶がすき焼きウエスタン。